イカナゴは、スズキ目ワニギスア目イカナゴ科の魚類。様々な地方名があり、稚魚は東日本で、コウナゴ、西日本で、シンコ。成長したものは、北海道で、オオナゴ、東北で、メロウド、西日本では、フルセ、カマスゴ、カナギなどと呼ばれる。イワシなどと並んで沿岸における、食物連鎖の底辺を支える重要な魚種である。季語、晩春。北半球の寒帯域から温帯域を中心に、熱帯域まで、世界中に5属18種が分布する。沿岸の流径 0.5mm から 2.0mm の砂泥底に生息し、主にプランクトンを餌としている。日本産イカナゴは移動性が小さく、各地に固有の系統群が存在している。北方系の魚であるため温暖な水域では夏には砂に潜って仮眠を行う。水深10から30メートルの砂底に粘着質の卵を産卵する。産卵期は冬から翌年春で寒冷な水域ほど遅くなる。1歳で10センチメートル程度まで成長し、成熟する。3年から4年で20センチメートル程度まで成長する。日本では沿岸漁業の重要な位置にあり、集魚灯を用いた式網漁や定置網漁、船引き網により捕獲され、生殖や加工用のほか養殖用飼料としても利用される。しかし、乱獲や生息環境の悪化及び海砂の採集による生育適地の破壊により、日本各地で漁獲量は激減している。伊勢湾や瀬戸内海では、年ごとに生育度合いや推定資源量を調査しその年の漁獲量を決定している。特に瀬戸内海では、仮眠に適した流度分布の海砂がコンクリートの骨材にも適していたため仮眠水域の海砂が建設資材として大量に採取され、多くの漁場は壊滅的被害を受けた。みちのく湾での漁獲量は1973年に1万トンを超える漁獲であったが、乱獲により1980年代に100トン以下に激減。1990代後半に1000トンを超えるレベルまで一旦回復したが、その後減少を続け、2012年には1トンまで減少した。漁獲量の減少に対し青森県が2007年から実施してきたイカナゴ資源回復計画に基づき、漁期短縮などを行い資源量の回復を目指したが、回復に失敗し、2012年の新漁量は約1000万尾程度と推定され、適正水準の3億尾を大きく下回っている。そのため、2013年漁期から資源回復のために、集魚灯を使った漁や小型の定置網漁の全面禁漁を決定した。2019年2月に、みちのく湾湾口周辺海域で実施された調査では、致死が全く採集されなかった。伊勢湾では冬季に資源調査を行い春の漁獲実施を判断しているが、前年末から2月にかけて行われる資源調査の結果2016年以降は、稚魚の捕獲数が著しく少なく、ゼロの年度もあるため、愛知県及び三重県で禁漁の状態が続いている。大阪湾のイカナゴ漁は2016年まで毎年1万トン以上の漁獲があったが、2017年以降には極端な不漁に陥り、2019年1月の稚魚最終調査では1998年以降で最も少ない漁獲であった。実際の漁においても2019年には3日で漁を打ち切るほど低迷した。なお、淡路島以西ではそれなりの漁獲量は維持されている。イカナゴ漁の解禁を知らせている銅の液蜜で、撮影イカナゴの釘に市販化されている、イカナゴの釘に山陽自動車道三木サービスエリアで、撮影兵庫県淡路島や播磨地区から、阪神地区にかけての瀬戸内海東部沿岸部では、イカナゴは、イカナゴの釘にという郷土料理で親しまれている。佃煮の一種で、水揚げされたイカナゴを醤油や砂糖、千切りにした生姜などで煮込み、煮汁が減ったところでみりんを加えながら、煮汁がなくなるまで数回煮詰めることを繰り返す。この際、箸などでかき混ぜると身が崩れ、団子状に固まってしまうため一切かき混ぜない。炊き上がったイカナゴの幼魚は茶色く曲がっており、その姿が錆びた釘に見えることから、釘にと呼ばれるようになったとする説が有力である。釘には、神戸市長田区の珍味メーカーである株式会社号、漁服の登録商標である。解禁と同時に、水揚げされた2センチメートルほどのイカナゴの幼魚は、鮮度が落ちないように収穫後直ちに釜揚げにされ、店頭に並ぶ。これを新子、または新子ちりめんと呼ぶ。釜茹でした後に乾燥させたものは、金木ちりめんと呼ばれる。これより大きいもの、およそ4から5センチメートルの大きさのものを釜茹でしたものは、釜すごと呼ばれ、そのまま酢醤油やからし酢味噌で食べる。この際、一度炙ると、香ばしさが出て、美味しくなる。阪神地区、播磨地区では春先になると、各家庭で、イカナゴの幼魚を炊く光景が見られる。また、毎年3月末頃、出荷された釘にが、阪神地区、播磨地区のスーパーに山積みされるようになると、春の訪れとして消費が盛り上がる。明石海峡大橋のたもとにある、淡路サービスエリアや JR 新神戸駅、新大阪駅、神戸空港、大阪国際空港、関西国際空港などの土産物店でもイカナゴの釘には販売されており、生姜のほか山椒味、唐辛子味のものも見られる。なお、近畿地方の中でも、前述の地域を除く他の地域では、イカナゴの釘にはあまり食されない。例えば、京都市では、イカナゴの釘によりもちりめん山椒が主流である。年配者の中には、イカナゴ自体を下魚として嫌う傾向も散見される。また、前述の通り、一般に、イカナゴの釘には、幼魚である新子を調理したものであるが、淡路島などでは成魚である古瀬を調理する地域もある。古瀬を調理したものは釘にと明確に区別するため、佃煮の名称で扱われる。ジェームスやマイ人外、イカナゴ釘に発祥の地神戸市の垂水区は、イカナゴの釘に発祥の地と呼ばれており、それを示す石碑がジェームスやマイ人館外に建てられている。ただし、これには移設があり、2013年10月2日には、神戸市長田区駒ヶ林の駒林神社の大鳥居以前に、イカナゴの釘に発祥の地の石碑が建立されている。イカナゴ醤油香川県では、イカナゴを原材料とした魚醤、イカナゴ醤油がある。かつては、しょっつる及び、いしるとともに、日本三大魚醤と呼ばれた。1950年代に途絶えたが、近年になって少量ではあるが復活生産されるようになった。ありがとうございます。